どうもニコルです。お久しぶりです。ゼルダの伝説時のオカリナ GC 版裏の実況をやっていこうと思います。前回ねドドンゴの洞窟が終わってそのまま一旦ね録画は停止したんですけれども、ちょっとまあ今後ねフィールドの方は割愛しようと思いまして、っていうのもフィールドは表と全く一緒なんで、まあ別に今更実況したところでっていう感じがあるんですよね。もう何回もやってるあれなので。で今回からダンジョンのみの実況にして、フィールドはまあ時間があった時に配信でやっていこうかなと思っております。でドドンゴの洞窟が終わったので、今回はこちらジャブジャブ様のお腹の中ですねを攻略していこうと思います。3つ目の精霊石だね。コキリの翡翠、ゴロンのルビーで3つ目を取りに来ました。どうやらまあルト姫がこの中に吸い込まれてしまったとのことで攻略に向かいます。行きましょう。はい、ジャブジャブ様のお腹の中来ました。前回ねこの盾が破られてしまったので、早速新しく盾を揃えました。こいつ絶妙なポイントにいるね。よいしょ、これ爆発するのかな。魔法の壺初めてか。そっか、魔法ゲージ出てきてまだ間もないからな。そういうことね。さあ、いやこれさ、昨日入った時びっくりしたんだけどさ、牛埋まってんだよ。どうしたんだよって感じだよな。牛食っちゃったのかな。いて、はめないで。めっちゃこの壺飛んできそうで怖え。牛？牛ってお前牛って、元気にもうもう泣いとりますわ。さあこの中はダンジョンマップとかかな。そうだよね、ですよねーって感じですよねー。牛ナビがなんだろうこれ。牛ですけど、でどうやら道が塞がれてるんだよな。めっちゃ体力くれた。はいはいはい。変なものが絡まってるね。変なもの、変なもの扱いされてますよこれ。牛がギミックになってんのかな。パチンコとか。あーめちゃくちゃだもんこのゲーム。デクナミなんじゃらほい。お前も同じ。あ、いた。ちょっとなんか最近めっちゃ鼻詰まっててさ、この実況も鼻詰まり実況になっちゃうわ。うわーお前らやだー。お前ら倒す術あったっけ。ブーメランだよな確か。あ、一応これは来てるんだ。あ、オッケーオッケーオッケー、デクのみで倒せるわ。でこれはねブーメランがないとね止まらないんですよ。これ何なんだろうね。なんか昔何の気なしにやってたけど、よく考えたらこれ生物の体内だからな。結構グロいよね。なんか不健康なんかな。でまた牛がいるんで、あれどどどどどど、宝箱が一緒に降ってきた。グロいなぁ。牛食っちゃったってことなんかな、それともそういう深い意味はないのかな。あー、あれいけないね。そう、あれをねなんか別のやつを、なんだろう、中ボスみたいな、中ボスじゃないな、なんかねあれを排除できるモンスターがねいるんですよ。そいつをブーメランで倒しながら進んでいくっていうのは表でも共通だったんだけど、こんな早く出てこなかったよね。牛だらけやん。え、何あれ、え、やばくないあれ。あ、なんか虫も、モンスターもいる、モンスターこいつは。まあ、あ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。足場ね、足場びっくりした。何お前、こいつ効かないんだっけ。
出ておいで。出てこないわね。なんか牛がスイッチになってた。またえ、こいつ倒せなくない？行くけどさ。牛やばすぎやろこいつ。よいしょ。これコンパスかな。いや、ブーメランか。もしかしてブーメランないとだって先進めなくない？そんなに早く手に入る？コンパスだったわ。勝手な予想をしてすみませんでした。何やらここにスイッチがあるんで押してみましょう。あ、行き先のドアが開いたね。じゃあさっきドアが開いたんでそこに向かっていきましょう。エレベーターで上がっていけば行けるはず。よいしょ。そう、こっちだね。行きましょう。このステージさ、さっきさ電気クラゲみたいなの浮いてたじゃん。あいつのちょっとでかいのがいきなり降ってくるステージなんだよね。それに今怯えてます。こいつね、こいつのでっかいやつね。お、ルト姫、ガキの性癖破壊マシン。その方は何者じゃ。わらわはゾーラのプリンセスルトじゃ。何、父上に頼まれてわらわを助けに来たじゃと。そんなこと頼んだ覚えはない。瓶に入った手紙、そんなもの知らん。そう、ツンデレなんすよこの子。ツンデレでさ、こんなつぶらな瞳をしててさ、そしてね、ゾーラ族だから服を着てないっていう、もうこんな目覚めちゃうよね。いやー、リンクはこれを追っていくことになるんですが、その前になんかこの辺のやつ破壊しておきたいな。どっか行ってくれ。ん？草？もういいよ。名前なんだっけ？ビリー。ビリーだよね。触ると痺れちゃうよ。そのまんま。ルトがここに落ちてったんで自分も落ちていきます。早く帰れと言うたじゃろ。幼き頃よりジャブジャブ様の中に入って、あ、そうなんだ。そうだっけ。すごく変じゃ。ビリビリするクラゲや変な穴なんか開いてるし、おかげで大事な石まで。あ、それはこっちの話じゃ。その大事な石が欲しいんですよね僕。そ、もう心配でたまらない。名誉を与える。探し物が見つかるまで絶対ここから出ていかんから、そのつもりでな。オッケー。どうしようかな。そしたら一旦、そう、こいつをブロック代わりにしてこう進んでくんですよね、このダンジョンは。一回ちょっとこう置いて、あのクラゲしばいてくる。いいよ。これを押すと何が起きるかな。よいしょ。おうおうおうノーおうノーおうノー。そういうことね。これをルトを持ちながらこのスイッチを踏んで、あっちの足場に移って、あの青いスイッチね、多分ね、重さがないと作動したままにならないスイッチだから、ルト姫置かないといけないね。ほう、あれ、僕が踏んでからかな。おう、で、でたまにね、こういう風にルトを置いてったまま攻略していくステージもでもあるから、昆虫手に入れちゃった。多分今行くのはあそこの扉だと思うんだよね。他の場所行けないもんね、だって。ということで行ってきましょうか。さあ、この先は、うわー、びっくりした。お前か、ガチ不健康じゃん。体内にリザルフォス宿してるけど。よし、
この音は。ライクライクさん。ライクライクじゃん。うわ、ライクライクだ。マジ？え、俺ライクライクめっちゃ苦手なんだけど。大丈夫そこのところ。マジでこいつ苦手なんだよな。大人になったらさ、弓矢があるからまだしもさ、こいつ対抗策ないけど。持っている盾と服を食べる敵、食われたらすぐ倒して取り返せ。うわ怖え。どうしよう。おい、なんでジャブジャブ様の体内にさライクライクがいるの。問題はそこよ。パチンコだって効かないでしょ。なんかワンチャンブロックの上からでも吸い込まれそうで怖え。うわー、ちょっとこいつガチでトラウマなんだよな。違うよ。いや、一番の敵は今はこいつだ。後突き狙っていこう。うっ、よーし。ちょ何お前邪魔。こいつ20ルピー落とすんだよね。こいつどうやって倒そうかな。突っ込んでくる前に倒して。こうか。そっか、水中にいる間は倒せないのねこの子は。お、敵を倒したら宝箱が出てきた。これは多分ね、スイッチを押したら水位が上がるから、それに乗っかっていく感じだね。ブーメランかな？早いな。はい、ここのダンジョンのキーアイテムのブーメランをゲットと。あれだな、なんか今回のダンジョン2つしかやってないけど、2つともなんかこのキーアイテムの入手が早いんだよな。より早く入手させていろんなギミックを攻略してもらおうっていう算段なのかな、もしかしたら。多分これ虫はこのブロックの中にいるから。虫、さあとりあえずブーメランを入手したので反対側に渡っていきましょうか。またリザルフォス降ってきそう。マジ心臓に悪いんだよなあいつ、鳴き声が特に。いねえわ。ああ、ここに出てくるんだ。なるほどね。向こう行っても特に何もないはずだから一回上がるか。これはさあ戻ってまいりました。でこいつブーメランで止められるんだけど、別に止める必要もないか。今あっちに行けるぐらい。あっち行けないよね。でここに戻るとルト姫がどっかにいるはずなんだが、とりあえずここ降りてみるか。あ、危ない。電気が流れてる。でさっき持ってけなかったルト姫がなんと上にいる。すいません。でも行ける場所ないよな特に。そう、現状ねルト姫を連れていく場所がないんですよ。とりあえず上に上がらないといけないんだけど、でさあ歩いてたらなんかあったんだよね。出てきたら見えたわ。これをボム中で破壊するのかな、もしかしたら。ナビーなんだろうこれ。ナビーさ、なんだろうこれしか言わなくなったんだよね。また牛が埋まってる。牛だらけかここは。この牛さんスイッチを押して、押して、ここ行けるの？登れる？そっか、そのまま足場になるか。ちょっと先に行きましょうか。こっち
ルト姫上に上げれないから。はい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 、ここをやって先にやってあれだ、ルト姫を上に引っ張るためのルートを作るってことか。どっから行くんだろうな。まあ、逆に何もいねえと怖え。そう、表番はね、なんかね、毛虫みたいなモンスターがね、こううろうろしてたんですよ。お前か、やっぱりいると思ったわ今。なんとなくそんな予感がしたわ。よし、じゃあ爆発していきましょうか。ドーン。あら、でも開いてないね。これあれかな、木箱かな。そこの木箱もね、重し判定になるから、これを置く感じですかね。さっきのルト姫と同様にね。よいしょ。で置きっぱなしにして、レッツゴー。そうそう、これこれ、こいつをね倒していくんですよ。寄生虫の触手、くびれたところが弱点みたい。そう、ブーメランがないと倒せない。で、近寄ってくると降りてくるから、そこを狙う感じっすね。よし、ん？で、あ、特に何もないのかな。まああれね、倒すだけで他の場所に入ってたビリビリするやつが消えてくから、ワンチャンリザルフォース復活しない、してるわ。めんどくせえマジで。ジャンプ切りだけで死ぬことが判明した。で、これで消えた場所に行くのが多分理想のルートかな。例えばこっちとかあったわ。正面クリアしたんで右ですかね、次は。またなんか降ってきそうだな。普通に開いてる。閉められた。ん？いないぞ。うわ、怖え。何？え？何の音？ちょっと待って、なんかいる。うわ、ライクライクだ。嘘でしょ。どっから湧いてきたの？壁？待って、ここは安全策で。頭硬いんだった。待って、こいつ壁の中から出てきたんだけど。待って、危険度高すぎないか。どっから出てきた今。これで出てくるとか。まだいるよな。うわー、降ってきた。びっくりした。やばすぎ。ライクライクが降ってくるなんてことある？めっちゃトーチスラグだと思ったわ。いや、トラウマやんこいつ。ただブーメランがあるので安全に麻痺させながら戦うことができるね。これでいなくなったか。うわ、ビビる。大人になっても心臓に悪いもんは悪いな。デクの棒って、待って、俺デクの棒って今笑ったけど、デクの棒使うんでしょこれ。意味深についた火があるでしょ。で、さっき行けなかった方向に蜘蛛の巣が張ってあったんだよ。それ燃やすんじゃない、これで。だってこれ開けれるもんね、このまま。うい、これでこっち側に行ってこれを燃やす、こうじゃないですか。あ、枝なくなっちゃった。じゃあ開いた方行ってみるか。ここは普通に触手があるだけ。うん、基本的に触手は倒すだけっぽいな。
じゃあまた今度ね、触手が消えていける場所が増えたんで、そっちに向かいましょう。多分この2つがいけるようになったよーっていうことだと思うんで、行きましょうか。なんとなく左から行くか。一応盾をデクの盾に戻して、いや、ここもこいついるだけか。うん、ここもこれだけっぽいね。このコーナーにこれ以上新しいギミックを入れなかったっていうことなのかな。じゃあ反対側行こう。なんだ、あーお前ね、懐かしい。ここはもう丸々改造されてるな、部屋が。こいつはテールパサラン、尻尾を狙って近づくと出てくるんだよね。そう、こいつがうじゃうじゃいるのがさっきの通路なのよ。ただ別に強くはない。いたら邪魔くさいけど、別に強くはないんですよね。よし、なんかいるな。何？スタルウォール、あ、スタルウォールがいいの？なんで？っていうことは、あー上にもいるんだ。上のやつはボム中パイセンで飛ばすのかな。こんなもんかな。ドーン、一緒に死んでくれた。ん、あ、黄金のスタルチュラか。そう、ブーメランが手に入ったことによって黄金のスタルチュラをブーメランで取ることができるんですよ。なかなか注目してくれないね。確かこれのエイムの付け方はリンクの頭をちょっと当てる感じ。よし、そう、リンクの頭がね、ちょうど照準になるんだよこれ。だいたいその方向に飛んでくから。何？何？何？は？え、わかんない、何？何？これ上になんかあんの？あれかな、あのボム中切らした時用に救済システムかな。特に何もなさそう。じゃあ全部の部屋巡って、触手もね3本な、何本かカットしたので、ルト姫のところに戻って、行ける場所が増えてるんでね、そっち行きましょうか。じゃあさっき行けなかったあっちとあっちね、空いたから、まずは近い方から行きましょうか。すおや、閉まっちゃった。キースがいるね。キースじゃなかったね。相変わらず出てこないと倒せないな、こいつらは。いや、これ見えない、キースいるな。そうだろ。なんか普通に倒せたから行くか。え？こんだけ？なんかおかしくねえかこれ。向こう行けないんだよな。他に敵がいる。あそこね。キースだろ。で、こいつらを全部倒したら多分このドアが開いたりなんなりする。あ、降りてきた。オッケーオッケー、ラッキーラッキーラッキー。ありがてえ。待って、ファイヤーキースだったら怖い。あ、でもキースって出たか今。一応ちょっと
トラウマがね、あるから。よし。よし。うますぎないっすか、僕。やっとどれだー。見えないキース一匹倒すのに手間取ったわ。この部屋はこれだけっすね、多分。出ましょう。で、いちいちザコ復活するの面倒なんですけど、次上だね。ウッド姫これ投げていいんじゃない。うら、よし。で、こいつは殲滅して、よいしょ。で、このまんまいけない？直で。よいしょ。気になるのがさ、あその辺に宝箱があるんだよね。こいつか？こいつだった。よし、取りに行こうかな。まあ大したも入ってないとは思うけど、けど大事ですね、こういう宝箱のクリアリングというか。基本的に全部開けるゲームだと思ってるから。よし、何も降りてくんだよ。あ、中ボスですね、これは。バタ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 、怒られた。そう、これでウフフフ、レレレレー、精霊石を入手した。なんでルト姫なの。あー、よかった、母上の石。飲み込まれてしまった時はどうしようかと思ったぞ。食事を運んできたら急に飲み込まれたもんだから驚いてポロリと。でも見つかったからにはこんなとこには用はない。さ、早く連れて帰ってくれ。で、連れて帰ろうとするじゃないですか。すっ、キャー、なんじゃこのタコ。で、扉が閉まって戻ってきたのはタコでした。こいつあれだよな、ムジロにいたよな。こいつは基本的に止めてルーレット状態にして、これでひっくり返ってし、ケツが弱点なんだけど、ケツに当たるのを待つ感じですね。やべ、ミスった。危ね。このね、レースをしていくんですよ。待って、無視した、こいつ。おい、後方へ回り込むのよ。回り込むよりこっちの方が早いんですよ。回り込めないんだよね、あいつ基本的に。だから、あ、これでルーレットをする方が早いんだけど、たまにああやって無視をするから非常に厄介。なんであいつさっき、え、なんだっけ、ブーメラン貫通したんだろう。ほら、こうやってさ、これがダメなんだって。やばいってこいつマジで。止まれや、ちょっと。しっかりと止まったのを回転を見届けた上で終わったな。という感じです。という感じですって、もう何もないんだけどね。ただブーメランで殴ってルーレットしてまたこっち向くのを待つだけみたいな。これで上の方に来たわけですが、
さっきパチンコの玉めっちゃ消費しちゃったから回収したい。ここで、でここでも手に入るってことは多分あれもスイッチになってるんだろうな。ですよね。まあいいや、行きましょうか。なんか落ちてきそう。うわ、ほらもう無視するわ。あれもうここ来ちゃった。この先もうボス戦じゃないの。あー上に行くだけか。オッケー。じゃあまあここも引き続き攻略していきましょうか。敵の気配はなし。とりあえずスイッチがあれなんで。え、うわびっくりした。お前さ、なんで毎回心臓に悪い登場の仕方をするの。もう毎回心臓に悪いわこいつ。え、あれはスイッチだね。お前もなんか、君もスイッチになってるんじゃないのかい。もう一回とか。何も起きないようだ。ボックスがないと、なんか木箱みたいなのないとさ、あそこのスイッチ押せないよね。あ、なんか登場してた。え、こんな準備されてた。記憶にないんだけど。一応牛はこれを吹くと牛乳を出してくれるっていうギミックはあるから。それも使ってみるか。これがスイッチになってるとかあるかもしれないからね。真っ白で何も見えねえ。驚きの白さ。そしてなんか水中のエフェクトかかってるから牛の鳴き声がめっちゃなんかウェーブしてる。じゃあまあありがたいことに木箱が出てたんで、こいつを使っていきましょうか。これそのまま乗るとダメージ受けんだけど、さっきねやっちゃったんだけどね。これを使うとこういう風にね止まります。でその間によいしょ、しっかりと向き合わせて、よいしょ。早くねえかお前も。どんどん、あぶね。危な。じゃあこっち側に戻ってきましたと。でこれね、最初に入ったところの中央通路みたいなところだね。吹き抜けになってる。これは特に何もなし。激しい、激しいんじゃん。でエレベーターが降りてこっちに行けるようになりましたと。ハートね。これで全部かな。ああ、あと1個ラストの部屋があるね。さあ最後のギミックでございます。うーわ、なんか降ってきたんですけど、やめてくれません。ちょっと安全に倒しますか。え、ライクライク何匹出てきた。5匹ぐらい倒してない、ここに入ってから。こんなにライクライクが最初のダンジョンで出てくることないっすよ。ジャンプ切りだと2発だ。意外ともろいね。んでここは進行方向のドアが閉まってますよと。あれね。で壁に牛が埋まってる。あとあれかな、多分これがスイッチになってると思うんだけど。宝箱降ってきたね。さあこの箱の中身は何だろうなというところで、出てくるのはゴルピーでした。おめでとう。妖精出てきた。うわ妖精欲しいな。いたわもう。じゃあいらね。
いや、赤い薬とかいる？ぶっちゃけ。ロンロン牛乳あるならいらないだろ。飲んでしまえ。いや、待って。よし。じゃあ牛さんスイッチは宝箱だったんで、上上がって見てみましょうか。これ表だとここにスイッチがあったんだけど、どうかな。でこれはどうだったかな。通ったね。もう一回。上手。もう一回。で、あ、もう一匹いた。え、いたっけお前。え、なんか上がってる。え、キモい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 。え、何が起きたの今。ちょっと怪奇現象なんだけど、ここまで来るとやば。え、あいつ何も起きなかったよな。もうあいつは一回なんだ。え、怖っ。何このダンジョン、シンプルにキモいわ。じゃあボス戦行きましょうか。これで全部の宝箱も開けたんでね。なんだっけ、バリアードみたいな名前のボスだったの。確かバリネードだっけ。さっきの電気クラゲのボスみたいなやつですね。結構強かった気がする。こいつバリネードだった。なんかこうやってね、アンテナみたいなところからね出してくるんですよ。ビリビリビリってね。でやめて、危ない。こいつを一回全部切り落として、まぜ、痛いよ。あと何だったかな。ここに入り込むんだったかな、確か。一応説明見るか。寄生クラゲが集合した怪物よ。クラゲに守られた本体を狙うの。あれね。え、このモードが一番強かった気がする。そう、弾きながらね、こうやって狙ってくるんですよ、本体が。またそいつを回避しながら、あー、やめて、近い。1匹ずつクラゲ削ってって、ちょ、カメラがさ毎回リセットされるの、なんだマジで。危な、危な。これだって1匹でしょ。まただよこれ。ブーメランは戻ってくるまで使えないから、一回逃げるわ。結構移動速度速いんだよね、しかもこいつ。で最後の1匹をやって、こいつはもうあと回るだけよ。回るだけっつってもアンテナからなんか出してくんだけど。それでほら、ほいほいほい。こうなると何もできないから、一回出てくるのを待つ。出てきた。で動きながら隙を狙っていくが、しかしなかなか隙を見つけられない。うわー、まだあるか。あ、これでもう注目外れることがないから、回りながら歩いてたら多分大丈夫なんだけど。近づいてくるときに狙った方がいいね、こういうふうに。で、こう、オッケー。こいつ死ぬときめっちゃキモいんだよ。ブヨ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 。怪物の鳴き声を出しながら死んでいく。その緑の体液が結構気持ち悪いっていうね、そんな感じのボスでした。さ、ハートの器をもらいまして、あの、ツンデレ姫が待ってるんですね。かわいいね。ほっぺ赤くしちゃって。
ちょっぴり心細かったゾラ。さあ、ダンジョンの外に出てきて、ちけー、少年のリンク君はもうほぼ全裸みたいな女性がこんな目の前に立ってたら、そりゃびっくりするわって感じですよね。ふかふか近いなー、こっから近いんすよ、ルト姫が。思ったよりかっこよかったぞ、ちょっぴりな。まあ、助けてもらったのだから何か礼をしてやってもよい。何が望みじゃ、言うてみよう。別にないかなー。うふふ、遠慮はいらないゾラ。そなたの気持ちはわらわにはお見通しゾラ。このサファイアはわらわの夫となるものに授けようと母上にいただいたのじゃ。いわばゾーラのエンゲージリング。よかろう。そなたにわらわの一番大切なゾーラのサファイアを授ける。もう求婚ですよ、実質。イエスと言っても断っても求婚されてしまうリンクさん、なんて罪の男。さあ、ゾーラのサファイアを入手だって。ゾーラ族に伝わる水の精霊石。一番大切なもの、よくわからないけど、ついに石が3つ揃った。ゼルダ姫の元へ戻ろう。という感じです。父上には内緒、ゾラ。そう、こっから、リンクは、まあ、時の神殿に向かうんですけれども、まあそっからね、大人リンクになるので、次回からは大人リンク会になりますね。まあそこまでの話も配信でやろうかなとは思っておりますので、次回は大人になってから最初のダンジョン、まあどことは言わないけどね、次回お楽しみにしていてください。まあまた難しくなってるんだろうね、今度小さな鍵とかも絡んでくるようになってくるから、まあ難易度はどんどん上がっていくかなという感じですね。ではでは。今回はここまでで終わりになります。どうもご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。